ヘネス・ヴァイスバイラーは、ドイツ出身のサッカー指導者、サッカー選手。1970年代のドイツとヨーロッパを代表する監督。姓は、ヴァイスバイラーとも表記される。プロイゼン王国ライン州、エルフトシュタッと生まれ。1、FC ケルンに選手として在籍した後、ゼップ・ヘルベルガーの下で、 ケルンタイ育大学の主任講師として長く指導者の育成に携わっていたが、1964年にボルシア・メンヒエングラートバッハの監督に就任。ギュンター・ネッザー、ベルティ・フォックツ、ライナー・ボンホーフラは各才能を溢れる選手たちを次々に見出し、一地方の無名クラブをドイツ随一の競合クラブへと成長させた。そして、ドイツ国内で、 バイエル・ミュンヘンと激しい派遣争いを繰り返し、また、ヨーロッパを席巻した。1971から1972シーズンの UEFA チャンピオンズカップ準々決勝、インテル戦では、勝テなチオとして知られる、硬い守備の相手を、ホームで7から1と粉砕したが、サポーターの投げ入れた空き缶が原因で無効試合になった。日本代表や三菱重工の監督を務めた、 二宮博と親交があり、日本から選手を短期留学などで迎えていた。再び、ケルンの監督を務めていた1977年夏、日本代表が西ドイツ国内で合宿をしていた際、その中にいた奥寺康彦の才能に注目し、その場でケルンの獲得オファーを出したが、二宮に権限がなかったため断念。しかし諦めきれず、奥寺が所属する小賀電工に、 正式なオファーを出し契約に至った、スイスのグラスホッパークラブチューリッヒ監督を務めていた1983年、チューリッヒ州のエシュデ死去。ありがとうございます。